まったく次から次へと。ここが天守閣だと知らなかったら、どこぞの市場か何かと勘違いしていたところよ。少しはお利口さんになったのかしら。あ、九条サラが淑女に。稲妻の民が犯した過ちは私が裁きます。それは申し訳ございませんでしたわね、将軍様。はいはい、私のことが忘れられないのは分かってるから。そんなに私の名前を口に出さない、私を恨んでることも当然知ってるわ。しつこい旅人ね。そんなに急いで将軍様の前で私の罪を暴きたいの？私はただスネージュナヤから外交の施設として来ただけよ。オイラたちのこと眼中にないみたいだぞ。私が興味のない人や物事の話はやめてちょうだい。名前すらも他人に覚えてもらえないような小者たちが、この永遠に至るための革命で踏み台となる彼らの短い人生からしたら、それはそれは。将軍様、私の言ったこと昔のことを掘り返すの、あんたって執念深いのね。スネージナや女皇の理想は、それに比べればあんたの言ったものは取るに決着。私もあんたの顔は見飽きてきたところよ。でもあんたがそんな無謀な人だとは思わなかったわ。そんな偉そうなことを言う前に、分かってるのかしら、あんたはまだ稲妻にとって最も重要な天守閣に押し入り、御前で大口を叩くなんて、あんたと私の間にある差を分かってほしいわ。分かりました。まさかそんな手があったなんてね。かろうじて自分を私と対等の位置まで引き上げるとは。でも敗者は死ぬのよ、旅人。じゃあここは甘んじてあんたと一曲踊ってあげるわ。お望み通り、執行官の権能と優雅さを見せてあげるわ。金魚盤石、裁きの雷、無我の境地。見にくいわね。せっふっ、さっ、見切りました。ガンザンはじく天理チョーク。せっ、無駄だ。よくこの私に。交換の権能も邪魔になってきたわね。私は私の持つ運命を再び健在させる。眉から出るまで震えて待つといいわ。ストップ。やって、氷の呪文を邪魔させない。剣女万弱。燃えんよ、燃え。蒼白の炎は今も燃え続ける。裁きの雷、岩山八九。蒼白の炎で剣鞘を溶かした今、私の苦痛を見届けるがいいわ。罪と罰の烈焔の中で、あんたの懐かしい痛みが燃えてるわ。あんたにもわかる。無駄だ。岩山八九。はっ、へっ、見切りました。燃え尽きるまで。剣女盤石。
いざ。難攻不落。は。魔女。逃げ道はありません。くだらない。伝道、ここにある。